皆さんこんにちは、出直し看護塾の青柳です。いつもはですね、看護師向けの動画を配信しておりますが、今回はですね、学生向けに国家試験対策をしていきたいと思います。問題と回答は厚生労働省発表の資料を使用しておりますので、解説はですね、人によって見解は変わる場合もありますが、まあ、回答の間違いはございませんので、ご安心して見ていただければと思います。学生には臨床がイメージできるような内容をお届けしたいと思ってますし、基礎者の方にはですね、まあ、初心をお届けすることをコンセプトにしております。8割取ればいいんです。8割目指して合格を勝ち取りましょう。ではですね、早速問題の方に行きたいと思いますが、日本の将来推計人口で2020年の65歳以上の人口が総人口に占める割合に最も近いものはどれかということで、まあ、未来予測ということになります。未来予測をするときにはですね、まあ、今どれくらいだってことを考えなければいけませんが、まあ、1、15%、2、30%、3、45%、4、60%。まあ、60% って半分以上が65歳以上ってことですから、まあ、これはないですよね。で、45歳もですね、まあ、大体半分くらいということになりますので、まあ、これもないですよね。まあ、そうすると、まあ、1か2かなっていう気がしてきますが、まあ、現在、2015年ですけれども、まあ、大体ですね、4人に1人くらいが、まあ、高齢者と言われる、まあ、時代なんですね。で、そうすると4人に1人ってことは 25% ですよね。で、2020年は未来の話ですから、まあ、2020年は、25% よりも多いのかなというと、まあ、そうすると、まあ、30% くらいで一応ですね、間違いないだろうということで、まあ、回答を見ていきますとですね、これはまあ2番の 30% ということになります。まあ、あくまでも予測ですけれどもね、2010年が 23% という数字がこうありますので、まあ、こうイメージで考えることはできるかなと思います。では次に行きます。日本の平成22年における傷病別に見た通院者率が男女ともに最も高いものはどれか。腰痛症、高血圧症、歯の病気、目の病気、まあ、どれもね、多いんじゃないかなって気がしますよね。で、こういう問題って非常にこう悩むと思いますけれども、まずですね、通院者率っていうことを考えるとですね、まあ、治らない病気っていうふうにこう考えるといいかもしれません。そうすると、歯の病気って基本的にまあ治りますよね。歯医者さんに行く人ってね、まあ、こう、若い人もですね、まあ、高齢者も、まあ、男性も女性もね、まあ、多いと思いますけれども、まあ、基本的にね、歯医者さんに行ったことのある人はまあたくさんいると思いますが、もうね、いやもうあそこの歯医者にね、もう30年くらい続けて通っているって人はね、まあ、基本的にまあいないんじゃないかと思います。そうすると、まあ、歯の病気は基本的に治るかなと。で、目の病気もですね、まあ、若い人はですね、まあ、コンタクトとか作りに行くってことはまあ、あると思いますけれども、ずっと長い間かかってるってこともあまりないかなと。で、腰痛症はね、まあ、いそうですよね。でも、まあ、これもですね、まあ、難しいところではあるかもしれませんが、日本のですね、医療費ってものを考えていきますと、高血圧の薬っていうのがですね、まあ、かなりこう飲んでる方がおられるんですね。で、そうすると、まあ、男性女性ともにですね、高血圧で、しかもまあ基本的に治らない病気ですので、まあ、長い間通院しているということを考えるとですね、まあ、回答は、まあ、2番の高血圧ということになります。まあ、こういう問題に慣れるためにもですね、まあ、ここもどんどん解いていくということがまあ大事になってくると思いますけれども、まあね、悩む問題だとは思いますけれども、回答としてはまあ高血圧ということになっています。では次に行きます。国民健康保険の保険者はどれかということで、まあ、これもね、まあ、難しいですよね。まあ、保険者ってことは、まあ、お金を支払ってくれるということなんですけれども、まあ、誰が面倒を見てくれるかってことなんですが、まあ、これは、まあ、市町村ということになるんですね。国民健康保険というものと、まあ、社会健康保険というものがあるんですけれども、国民健康保険の場合には、まあ、市町村ということですね。まあ、国保組合や市町村国保というものが、まあ、あります。まあ、この辺もね、まあ、慣れるしかないと思いますね。まあ、過去問どんどんやっていきましょう。続きまして、医療従事者における十分な説明に基づく患者の同意を示すものはどれかということで、まあ、言葉がわからないとそもそも話になりません。で、このエンパワーメントというのは、まあ、患者さんの持っている能力の援助ということになりますので、まあ、これはまあちょっと違いますよね。で、コンプライアンスというのは、まあ、柔軟性とかっていう意味があって、まあ、様々なね、まあ、ジャンルで使われたりすることもあるんですけれども、まあ、柔軟性ってどういうことかっていうと、例えばね、こう僕らがですね、まあ、じゃあ、タバコは体に悪いので禁煙しましょうねっていう話をすると、まあ、はい、わかりました、頑張りますというのはですね、
まあ、これ柔軟性がいい、コンプライアンスがまあ良好というふうに考えることができます。もしくは、まあ、この薬飲みましょうねっていう話をすると、あ、わかりました、飲みますというふうに反応してくれる、そういうものがまあコンプライアンス。で、最近ね、アドヒエランスという言葉もですね、出てきたりしますので、まあ、今回はね、解説しませんが、アドヒエランスって何ってわからない方はですね、ついでにぜひ調べていただきたいと思います。これね、最近よく言われてますので、国家試験にはですね、出てくるんじゃないかと、まあ、正直思っています。リスクマネジメントはそのままですよね。まあ、リスクのマネジメントができるかどうか、やっていけるかどうかということで、まあ、これは問題とはちょっと違ってきます。4番目のインフォームドコンセントというものがありますけれども、まあ、これはまあ説明と同意ということで、もう昔からですね、この言葉はまあテストにこう出てきますので、まあしっかりとまあ理解していただければと思います。まあ、説明と同意、まあ、患者さんの自己決定権の尊重と、まあ、そういった背景がこう出てきますね。まあ、そういったあと意味合いをこう含んでいます。ですので、答えは4ですね。次に行きたいと思います。まあ、受精から着床開始までの期間はどれかと。まあ、これもね、もう答え知らないと回答のしようがありませんよね。1週間ということです。次に行きます。思春期の子どもの親に対する行動の特徴で適切なものはどれかということで、まあ、これはそんな難しくないと思うんですけれども、自分がですね、中学校とか、まあ、高校生、自分が中学生や高校生だった時のことを考えてみればいいわけですね。そうすると、自分がね、中高生だった時のことを考えると、例えば4番のですね、親からの助言を素直に聞けるようになると。どんだけいい子なんだって話になりますよね。ですので、まあ、これは違いますよね。3番の親に秘密を打ち明けるようになると。まあ、これはですね、ありえませんよね。ですので、まあ、3番も違うと。2番のですね、親と離れると不安な様子になると。子供かって話になりますので、まあ、これも違いますよね。でそう考えると、まあ、1番の親からの干渉を嫌うようになると。まあ、うっせえ、あっち行けっていう、まあ、イメージですよね。まあ、最近はね、あまりそんな子供も、まあ、いないような気がしないでもないんですけれども、まあ、実際にはね、まあ、家庭では、まあ、そういう状況になっていると思いますので、まあ、親からの干渉を嫌うようになると。まあ、これはね、まあ、特徴で、まあ、正常ということですね。まあ、僕もですね、まあ、そろそろ思春期になるであろう、まあ、娘がいるんですけれどもね、まあ、親からの干渉を嫌うようになると。まあ、それはね、まあ、仕方がないなと思ってもですね、まあ、寂しい気持ちは当然しますよね。では次に行きたいと思います。加齢によって衰えやすい機能はどれかということで、まあ、記名力、洞察力、判断力、統合力と、まあ、それぞれね、言葉がわからないと、まあ、迷う部分かもしれませんけれども、まあ、これ一番の記名力が、まあ、衰えやすいということになります。で、記名力ってそもそも何ですかというと、新しい体験を覚える能力。洞察力は、まあ、見極めとか推察をする力。判断力は、まあ、判断する力。統合力は、まあ、物事をまとめて理解すると。で、記名力と記憶力ってどう違うのかというと、記憶力というのは、過去の物事を覚えておく能力っていうもので、例えばね、高齢者の、まあ、戦争体験を、まあ、こう聞くとかっていう、まあ、話がありますよね。で、そうすると、まあ、戦争を体験した高齢者、まあ、80歳とかですね、まあ、90歳とか、まあ、そういう方のこう話を聞く機会があったりしますけれども、まあ、若い時の記憶をですね、鮮明に覚えてて、で、ことを細かくこう教えてくれますよね。ですから、記憶力ってまあ衰えないんですね。ところが、新しい体験を覚える能力っていうものは衰えてきますので、まあ、これね、だんだんですね、まあ、自分でもこう自覚してくるところがあってですね、まあ、僕、まあ、もうすぐ40歳になるんですけれども、如実に思うのはですね、皆さんあまりこうやらないかもしれませんが、ドラゴンクエストっていうゲームがありますよね。で、中学校の時にこう、あ、小学校かな、小学校の頃にあったこうドラゴンクエスト3っていうのがあるんですけども、その時のですね、まあ、呪文とか、まあ、敵の名前とかですね、まあ、あとはお城の名前とか町の名前とかですね、あとはまあその後こうどうするのかっていうことをですね、こと細かく覚えてるんですよ。ですから、今やってもですね、スイ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 ってこう進むことができるんですね。ところがですね、まあ、新しいこうドラクエをやろうとしますよね。で、新しいドラクエをやろうとすると、さっき言った町の名前がもうわからないんですよ。ですからね、全然前に進まないんです。恐ろしいなと思いますが、まあそんな感じでイメージしていただければと思いますが、まあ、年を取ってくるとですね、新しい体験をどうしても覚える能力がまあ落ちてくると。ですからね、今まさしくその年齢で仕事をされている看護師の皆様もいると思うんですね。
じゃあどうすればいいかと、これ簡単です。メモをするんです。メモをすればですね、記名力の低下は、まあ、補えるということですね。それはね、正常な発達なんだというふうに考えていただければと思います。で、新しい物事をね、覚える力は確かに落ちていくかもしれませんが、まあ、洞察力、判断力、統合力ってものは落ちないんですね。ですので、人間的には成長していけると。まあ、メモするということですね。では、次に行きたいと思います。要介護者に対し、介護、医学的管理のもとにおいて、必要な医療や日常生活上の世話を行う施設はどれかと。まあ、これはですね、もう覚えるしかないです。ですので、過去問どんどん解いてですね、あ、これは介護老人保健施設が行うんだな。特別養護老人ホームとの違いは何かなっていうことはね、これ必ずテスト出てきますので、その辺のことはですね、もう慣れるしかありません。どんどん勉強していただければと思います。9、機能別看護方式の説明で正しいものはどれか。これもですね、国家試験では問われてくる問題ですので、まあ、そもそもね、まあ、看護師ってどういうふうに仕事していくのっていう、まあ、基本になりますよね。ですから、ちょっとこう、仕事をしていないと分かりにくいところはあると思いますけれども、まあ、実習先の病院ってどうだったかなってことをね、思い出していただければと思いますが、一番のですね、一人の看護師が毎日異なる患者を受け持つというのが、まあ、チームナッシングというものですね。まあ、病院に行って、今日私の受け持ち誰かなっていうふうにこう考えてですね、あ、誰々さんだって言って、初めてそこでこう情報を取りに行くと。まあ、そんな感じが、まあ、チームナッシングで。で、4番のですね、まあ、患者をいくつかのグループに分けて、まあ、各グループ所属の看護師チームがまあ受け持つと、まあ、固定チームナッシング、まあこう病棟で、ね、こう A チームとか B チームとかっていてですね、もう私もともと A チームなので、じゃあ A チームの患者さんは、どういう患者さんを見てるのかなという感じで、まあ、ある程度グループ分けされているものが、まあ、固定チームナッシングということになります。で、3番目のですね、まあ、1人の看護師が1人の患者を入院から退院まで継続して受け持つと。で、これはまあプライマリーナッシングと。まあ、プライマリーってね、まあ、第一のとか、まあ、最初のとかっていう意味がありますので、まあ、最初からこう患者さん見ていきますよということなんですね。で、そうするとですね、患者さんにとっては一人の看護師がずっと担当して見ていきますので、もちろんね、夜勤の日とか休みの日は、他の、まあ、看護師が担当することになりますけども、まあ、計画の立案とかはですね、全部一人の看護師が見てくれますので、患者さんからすればですね、まあ、私のことを分かっている看護師が見てくれますからいいんですね。でも、じゃあどんな問題があるかっていうと、その看護師がですね、まあ、不得意な分野だったりすると、極端に計画の立案が弱くなるんですね。ですから、まあ、理想的ではありますけれども、まあ、実際には難しい部分があるのかもしれません。で、機能別看護方式って何ですかっていうと、まあ、これは内容別に分類した看護業務を複数の看護師が分担して実施するということで、まあちょっと、まあ、古いかなっていう気はするんですけれども、例えばですね、処置当番とかですね、まあ、点滴と、まあ、点滴当番が一番イメージしやすいかもしれませんね。こう病院に行って、あ、私今日点滴当番だというとですね、点滴をずっとこう刺していく、交換していくと、まあ、そういうイメージかもしれません。で、確かにこれって仕事の効率はいいんですよ。もう自分のやる仕事がもう決まってますので、もう点滴やったらもう点滴をこうずっとやっていくわけですので、まあ、仕事としてはまあいいんですね。じゃあなぜそれを行うことができないかっていうと、その患者さんがどんな患者さんかっていうことがですね、やっぱり情報がまあ行き渡りにくい。ですので、昨日の夜に少しこう心不全っぽくなって、で、点滴の量は減らした方がいいかなっていうことが、今まさしくこう医師がこう考えていると。でもそれはね、こう知らずに、私今日点滴当番だからといって、まあ、昨日の指示のままにですね、点滴の量を継続してやってしまうと、まあ、実はね、やめようと思ってたのにっていうことがあるかもしれませんよね。ですので、まあ効率はいいんですが、まあ、最近の考えとはちょっとこう、そぐわない部分があるかもしれません。まあ、そういうこともね、国家試験は聞いてくるということですね。続きまして、免疫機能に関与する細胞はどれかということで、まあ、これはですね、まあ、2番のまあ白血球ですよね。免疫ってことは、まあ、体の中にばい菌が入ってきて、まあ、それを誰がやっつけるかっていう話になりますので、まあ、これはね、まあ、かなり簡単な問題になってくると思います。で、実際には、まあ、こういう簡単な問題もありますけれども、白血球の種類もいろいろありますよね。まあ、好中球、好酸球、好塩基球、まあ、あとはリンパ球、単球とかいろいろありますよね。この、例えば、好塩基球ってどういう役割がありますかとか、好酸球ってどういう役割がありますかってことを国家試験で解いてくることも当然あります。簡単な場合もありますし、難しくなることもありますから、まあ、これ簡単だなと思ってもですね、待てよと。白血球ってどういう役割があるんだっけっていうことは、まあ、当然勉強しておく必要はあると。
ということですね。でこの毛赤血球とかでね、聞きなじみのない言葉が出てくると、まあやっぱり迷わされるわけですよ。赤血球って、酸素運ぶんだよなと。でも毛赤血球ってもしかして免疫機能とかって思ってしまうかもしれません。やっぱ知らないと迷うわけですね。ですから、まあ、毛赤血球ここに出てくるってことは、じゃあどういうものかってことはやっぱり、まあ、勉強しておくといいと思いますけども、まあこの成熟赤血球っていうのは、まあ成長した赤血球ですよね。でそれに対してこの毛赤血球というのは、まあ、陽弱赤血球と言いまして、臨床ではですね、レチクロとかって言うんですよ。貧血の患者さんがいて、で貧血の治療をしますよね。で貧血の治療をして、それがこ う, うまくいくとですね、まあ、新しい赤血球がこうどんどん生まれてくるわけです。で新しい赤血球が生まれてくるってことは、若い赤血球が血液中に溢れてくるってことですよね。赤血球が何個あるのかっていうのは、赤血球の数を数えればいいわけです。でもそれがですね、まあ若いのかどうかってことを見ていくために、このレチクロ、毛赤血球というものを見ていきますので、まあ、こういったものもですね、例えばこの問題は、まあ、白血球を選択すれば正解ですよね。でも、それだけではなくて、まあ、血小板、毛赤血球、成熟赤血球って何ってこともね、まあ、ついでに勉強すると効率よく勉強できるかと思います。まあ、過去問をやってもですね、例えばこれ去年の問題ですよね。去年の問題をやって、それと全く同じ問題が出るってことは絶対ないわけですよ。ですが、絶対同じ問題は出てきませんけれども、傾向が分かりますので、まあ、そのついでに、まあ、関係するものも、まあ、勉強していくと、まあ、よろしいかと思います。ではですね、今回はこれで終わりになりますので、次回をまたご期待していただければと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。